氷川きよしが47歳のバースデーを報告。お父さん、お母さんありがとう。歌手の氷川きよしが6日、自身のインスタグラムを更新。47歳の誕生日を迎えたことを報告した。氷川は、今日9月6日でまた一つ歳を重ねることができました。27歳 W。出会った方々に深く感謝します。また愛と平和、 希望と勇気を持ち歌い続けます。キーナット綴った。4日、5日と大阪フェスティバルホールでコンサートを開催。送られたバースデーケーキやスタッフから祝福される写真を投稿した。さらに、お父さん、お母さんありがとう。キーナットも綴り、父親と母親にそれぞれ抱っこされている2枚の写真を投稿した。 氷川は昨年1月から休養していたが、今年4月27日に3月末で所属していたながらプロダクションを対処したことと、新会社キーズナを設立したことを報告。8月17日に1年8ヶ月ぶりとなる復帰コンサートを開催した。